そうですね。やっぱり勝つっていうのは非常に難しいことだっていうのを実感として感じました。はい。特に今日勝てたのはどういうところが原因ですか？やっぱりみんながよく耐えたことだと思いますね。耐えて勝つっていうふうなことで一つの、我々の標語としてやってきたんですけども、それがやっぱりそれを実行に移してくれたっていうふうに思います。はい。これからようやくこの全日本の王座取ったわけですが、これからもこの王座守り続けてください。そうですね、なんとか頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。おめでとうございました。東海大学宇野監督でした。国立競技場は文字通りの晴れ舞台となりました。第39回全日本大学サッカー選手権大会の決勝戦、まもなく後半が始まるところです。東海大学対国士舘大学、両チームとも前半はかなり積極的な攻撃を見せ、再三チャンスは作ったんですが、結局無得点に終わっています。0対0のまま今後半戦が始まりました。後半が始まりました。前半は0対0。サイドが変わりました。右から左に攻める黄色と黒のユニフォーム東海大、まずボールをキープして磯貝から、さあシュートチャンス、まだキープ、そしてシュートはディフェンダーがカットしました。まだボールをキープしている東海大、アウトサイドです。それではここで両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。今積極的に攻め込んでいます黄色と黒の東海大学、1番がゴールキーパーの岡中、そしてディフェンダー2番飯島、3番上村、16番橋本、27番田坂、ミッドフィールダーが6番牧田、7番沢登り、10番山口、11番加藤、フォワード9番磯貝、12番が金です。対する白いユニフォームの国士舘大学、ゴールキーパー1番井上、ディフェンダー2番木村、3番本町、4番石川、5番山本、ミッドフィールダーが6番永井、7番吉田、10番野田、13番岩品、フォワードが8番新村、そして16番の杉山となっています。今日のこの決勝戦の解説は日本サッカー協会の協会員でいらっしゃいます、そしてバルセロナオリンピックの全日本チームの指揮を取られます山口義忠さんです。山口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この東海大学対国士舘大学の決勝戦、本当に攻撃的なチーム同士の戦いという感じになってますね。そうですね、前半の立ち上がりが非常に積極的で、はい、非常に面白いゲームがね、はい、今日は展開してますね。はい、黄色と黒のユニフォーム東海大学はこれで5年連続の決勝戦進出になります。優勝は2年前順天堂との両校優勝になりましたが1回あります。ただまだ単独優勝、決勝戦で勝ったことはありません。対する国士舘大学は優勝は昭和57年、そして決勝進出は昭和59年以来6年ぶりの決勝進出になります。ともに2回目の優勝を狙います。前半試合開始早々からかなり激しい攻防が展開されたんですが、両チームともほどゴールには結びつきませんでしたね。そうですね、かなり決定的なチャンスもあったんですけどね、はい、もう一歩のところで点が入らないというね。はい、前半を簡単に振り返っていただくと、国士舘、東海どういったサッカーでしたか？そうですね、国士舘の方は、両チームもそうなんですけどね、非常にいいところは攻守両面ですね、非常に切り替えが早いということですね。ですから、もう取ったボールを早く前線につないで攻める、取られたら早くやはりディフェンスに入るというね、その辺の切り替えが非常にはっきりしているということ、それから国士舘の方はですね、非常に攻めの方で今日は展開がいいですね、ボール回しが非常に速くて、はい、非常にサイドチェンジをうまく使ってますね。
から東海大学の方は沢登君それから山口君あたりがもう少し落ち着いて中盤をですね、作っていくということをしないと、はい、少し、攻めの形がね、作りにくいと思うんでね。前半やや有利に試合を進めました白いユニフォームの国士舘、やはり国士舘といえばその背番号10番キャプテンのミッドフィルダー野田を中心にゲームが作られていくんですよね。そうですね、前半なんか見てましても非常に野田君がですね、よく状況を見て、はい、相手の嫌なところへね、パスを出していると、はい、それからリードをしてますね中盤で。そして今ちょっと映りましたが永井ですとかそれから吉田といったそのミッドフィルダー陣が非常にこう、そうですね、動きを見せますよね、はい、この辺の小柄な選手がね、はい、非常に、積極的にね、はい、ボールに絡んでますんでね、さあ国士舘ボールをキープ、さあ杉山から中へ入れましたが決勝戦後半が始まって間もなく5分です。このハーフタイムの間にですね、一体両チームその監督国士舘の抑えてましたね。さあおこれ引っ掛けたんでしょうか。そうですね、後ろから足を引っ掛けてしまいました。これおそらく警告ですね。あイエローカードが出されます、はい、副キャプテンの山本今はもう必死になって、そうですね、あそこで引っ掛けないとですね、もうそのまま磯貝君ゴールまで行っちゃいますんでね、はい、しかし位置的にはですね、まあ、ほぼゴールのその両ポストの間ぐらいの、そうですね、これ多分沢登君あたりが蹴ると思うんですけどね、はい、東海大まず後半最初のチャンスを作ります。背番号7番今画面の右端に小さく見えていますのが沢登り、さらに3人の選手が一応ボールの後ろで構えていますが、ただ今沢登り君この辺のフィジックはですね、あまり当たってないんですよね。そうですか、はいはい、うまく足に引っかかればですね、こう落ちるシュートを持ってますんで、さあ、さあ登り来ました。ポストの左です。田畑さん。はい、田原さん、今画面映りました東海大学の宇野監督なんですけれども、はい、このハーフタイムの時にですね、前半振り返って、前半のいやいや後半に入ってきてから国士が集中力が欠けてきているということを話していましてね。あ、そうですか。でこれからは、攻めをシンプルにして中盤で磯貝がフリーなので、はい、磯貝をどんどん使っていきたいということなんですね。あ、そうですか。それからあの攻めている時にねボールを取られて、国士がバックに高いボールを上げられてチャンスを作られているというパターンがあるので、バックを固めていけとこの2つを指示したようです。あ、そうですか。今日のリポーター東海大学サイドが田原博史アナウンサー、そして国士舘大学サイドが、大熊英二アナウンサー、この2人のアナウンサーがリポートを入れてくれます。田畑さん。はい、大熊さん。一方の国士舘なんですがね、はい、前半の動きに関してはまあまあやってるんじゃないかと、ただ点が入らないとダメだよということでね、はい、かなり厳しかったんですが、そうですか、まあ、前半10本のシュートがあったということで、はい、とにかく後半もですね、シュート最低10本打てと、でそのシュートが入らずにこぼれても、はい、ボールを奪ってチャンスを生かそうということでディフェンスをですねもっと上がるように指示したそうですね。あ、そうですか、積極的に行きますよと話してました。はい、わかりました。まあ、今あの宇野監督は磯貝がフリーになっているということと、あとはこうディフェンスをしっかりという指示を与えたそうで、逆にあの大沢監督の方はもっとディフェンスが上がれという指示のようでしたね、はい、そうですね、もう両監督とも大ベテランですね、はい、ですからもうその辺のですねゲームの進め方というのはもう本当によくご存知ですからね、はい、しかしまあ今その
東海大の宇野監督が国士舘の集中力が切れてきたんじゃないかという話をしてましたがね。そうですね、こう前半の終わりぐらい少しね、マークがちょっとボケ出したという感じはあるんですけどね、まあ、その辺はもうピシッと大沢監督も、ね、そうでしょうね、その辺はしっかりとね、はい、もう注意はしてると思うんでね、はい、やはり国士舘のサッカーというのはやはり今大沢監督がね、前半終わって、アドバイスがあったということなんですけど、はい、やはり積極的にね、攻めるというのが国士舘の持ち味だと思うんでね、はい、やはりこの辺をやはり、ちゃんと心得て、もっと積極にやらなきゃダメじゃないかと、はい、そういうことをですねやはり言ってると思うんですよね、はい、ですから我々立ち上がりからもうかなりね、国士の方は非常に積極的なサッカーをやってますね、はいはい、前半と同じ分だけシュートを打てというようなことも言われたようですね。そうですね、まあ、国士舘としてはあれで点が入ってればね、はい、もう文句がないと思うんですよね、さあ逆に東海大は長いパスで攻め込んでいきますが、まあ、前半もそうでしたがその肝心のですね中盤沢登りそして山口あたりの、はい、そのボールのキープ力というんでしょうかね。そうですね、もう少し簡単にですね、はい、中盤ではあの空いてるところへですね空いてる味方を早く使って、はい、それから前線にいる磯貝君それから金君ですか、はい、この辺にくさびを打ち込むと、やはりそういうことが東海大これから後半特に大事になると思うんですよね、はい、その辺を宇野監督も前半に指摘してると思うんですよね、さあその沢登りが肩に大きく出しました。いいボールですね。さあここもうゴールラインを割りました。加藤がですねずっと立て上がって、そうですね、国士舘のバックラインがですねあの少し上がってきてますんでね、はい、東海としてはそのバックラインの裏側を突こうという、ことだと思うんですよね、はい、後半が始まって10分が経過しました。前半そしてこの後半10分まだ両チーム点が入りません。アウトサイド、この国士舘の大沢監督と東海大学の宇野監督というのは非常にこう仲のいい監督さん同士だそうですね。そうですね、まあ、お互いプライベートな時間でも会う機会が多いんで非常に知り尽くしているだけにやりにくいと試合もそうでしょうね。ボールは東海大です。こちらが大沢監督、しかさあ左足のシュートはおさあ笠川が振りになった、シュート入った、ゴール、先取点は東海大1年生の笠川です。後半12分、喜びます。背番号27番1年生の笠川和明、この選手はディフェンスの選手なんですね。そうですね、今のシュートです。完全にキーパー井上を振り切ってのシュート、より落ち着いてましたね。1点を先取しました東海大。後半が始まって間もなく15分になろうとしています。この後半12分には東海大1年生の田坂のゴールが決まりまして1対0、アウトサイドです。切り替わる中盤、さあ1点を取った東海大、取られた国士舘、その展開としては変わってきますかね。そうですね、ただ国士舘としてはですね、ここであまり焦らないことですね、ここでもう1点取られちゃいますとね、はい、かなり取り替え、それを逆転するのは厳しいと思うんですよね、ですから前半のようにもう1回ですね、ディフェンスラインはしっかりと固めとかないとですね、はい、いけないと思いますよね、はい、中に入れますがこれは通りません。
サイド。東海大学のキーパーは4年生の岡中。さあ磯貝にボールが渡りました。まだ粘っています。4人に囲まれました。どうしてもこの磯貝の場合にはああいったキッチンマークになってしまうのは仕方ないんですね。そうですね、やはり彼を自由にしますとね、はい、かなりシュートもいいシュート持ってますんでね、はい、一昨年の1年生の時の秋のリーグ戦では7得点で新人王になりました。その磯貝、去年の秋から半年間スペインのバルセロナに留学して一層その技術に磨きをかけてきました。本当に今もう天才的なそのシュート感覚、嗅覚を持っているフォワードと言われてますよね、この磯貝は。そうですね、ですから彼はそのスペイン行ったのがですね、非常にサッカーというのはこういうもんだということでね、はい、いろんなことを知る上で非常に良かったんじゃないかと思いますね。オフサイドです。オフサイドですね。決定的なチャンスでしたがオフサイド。今ちょっと国士舘のディフェンスラインがですね、はい、集中力を変えてるっていうんですかね、はい、少し足が止まってますね。ですからちょっとこう瞬間的に走られた時についていけないというね、はい、そういうシーンが出てきてますね、宇野監督はスピードの国士舘に対して技の東海大と自分でおっしゃってましたけどね、はいはい、そうですね、東海大非常に個人技が高い選手揃えてますんでね、はい、これはラストパスになるかどうだ。シュート入った、ゴール。1対1同点、後半17分と30秒です。決めました。2年生の新村、同点のシュート、よく粘りましたね今。そしてキーパーを振って左足のシュート。さあこれで1対1の同点、また振り出しに戻りました。前半は0対0で折り返しました。この後半戦、その10分過ぎから大きく試合が動いてきました。先行したのが東海大1年生田坂の先制ゴール。まあ、1点をリードされた国士舘が17分にフォワード新村のシュートで同点に追いつきました。いやもう前半ではですね、お互い攻めて攻めて点が取れなかった、もう後半に入って何かこうその鬱憤が爆発したような展開ですね。そうですね、反対にですね、ちょっと両チームともですね、ディフェンスラインが少しずつ甘くなってきてるんですよね、相手に対するマークがですね、はい、それは逆に前半点が取れなかった裏返しとも見られるんでしょうかね。まあ、そういうこともないと思うんですけどね。1対1の同点になって、こういう展開になりますとね、次の1点を取った方が、そうですね、まだボールは生きています。主観ボールになりました。今日は非常によく動き回っています吉田。センタリング、おーっとよく取った。まあ、今蹴ったのはまた新村ですね。惜しかったですね、今のもボレーシュート、ほとんども背中向きのシュートですね。そうですね、サッカーというのはこういうような形でいいセンタリングが入って、はい、いいシュートがね、打たれると非常に面白くなるんですけど ね、 ね、しかしこれで東海大も全日本
選手権で初失点になるわけですね、このタイム。そうですね。スライン割っています。後半20分が経過しました。1対1の同点。残り時間はあと25分です。ゴール前、おっ、キーパーが飛び出しているが大丈夫です。田坂がクリア。この田坂が1点目のゴールを叩き出しました。またここに来て両チーム、その試合開始当初のなんか元気の動きになってきた気がするんですが。そうですね、まあ、1対1ということで勝負としてはこれからですからね、はい。ボールをつなぎます。中盤のこの争い、東海が取りました。一人ヒット、これはもう明らかに後ろから押しています。フリーキック、野田が蹴ります。さあ一度外に出して岩品、岩品からいいパスが通った。ヒューキック、そして左足のシュート、入った、ゴール。また新村、長井くんですね。長井ですか、はい、失礼しました。6番の長井です。2年生、ミッドフィールダーの長井が2点目を叩き出しました。このパスが絶妙でしたね。吉田君ですか、今折り返したのは。もう懸命に岡中も手を出したんですが届きません。長井君も今オリンピックのね、はい、選手に入ってるんですけど、やっとこの大会で一仕事したという感じは、はい、しますね。国見高校出身の2年生です。アウサイド、サード堀がオフサイドポジションでした。この試合まず後半の12分に東海大が先制しました。その後、国士舘が17分に同点に追いついて、そして22分、長井のシュートで2対1逆転しています。さあ、もうあの国立競技場バックスタンドの方にその学生の応援が陣取ってるんですが、だいぶ盛り上がってますね。本当に盛り上がってきましたね、はい。さあ、なおも攻める国士舘。さあ、セントリング、頭で落として、岡中が出てきました。国士舘がリードしています。まあ、中盤のそのボールの攻防が勝負に直結するというお話だったんですけれども、はい、その中盤でのですねボール争いというのは、やはり国士舘の方がやや上回ってるんでしょうか。まあ、互角だと思いますけどね。もう少し東海大、まあ、先ほども言いましたけど、はい、ボールを早く中盤で動かすということですね、それそのボールを早く磯貝君あたりにですね、はい、預けて、それから後ろからフォローしていくというような格好にならないとね、はい、なかなかいい格好に、ね、ならないんじゃないかと思うんですよね、はい。それと今失点、まあ全部で3点入ってるんですけどね、はい、やはりちょっとしたこうバックライン、バックのですね、瞬間的なこうポジションのミスを突かれて、はい、裏側に走られてるんですよね。ですから両チームともこの辺でもう少し守備の方をですね、固めないといけないと思いますよね。東海大がここまでそのディフェンス面で成功
してきたのはとにかくあのバックラインが前に上がってきてフォワードにその時間的にもスペース的にも余裕を与えないという作戦が成功してきたという、ね、そうですね。その逆に宇野監督一番心配してたのが今のようなケースですよね。そうですね。それと案外無失点できますとね、はい、1点取られますとね、なんとなくこう嫌な気分になってくるんですよね、はい、ですから我々パタパタってこう点が入っちゃうケースがあるんですよね、さあこの磯貝がこの大会では仕事をさせてもらっていません。そして沢登り、小さなパスをつなぎました。逆サイドに待っているのは山口か。ボレーシュートは大きい。もう何とかして自分たちの形に持っていこうとする東海大ですが、そうですね、あまり焦らないことですね。沢登君あたりもですね、中盤でボールをつなぐことはいいんですけど、つないだ後ですね、もっとやはりトップの方にですね、絡んでこないと、東海大学としてはですね、攻めの厚さということになりますとね、なかなかうまくいかないと思うんですよね。ですから沢登君あたりがゴール前に絡んでくると、もう少し東海大も得点するチャンスがですね、もっと増えると思うんですね。しかし先ほどから見てますと、その沢登りのポジションがですね、比較的こういつもより後ろになってるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、これはチームのやり方ですからね、何とも言えないんですけど、はい、やはり攻めの厚さということになりますとね、中盤の選手がもう少し前線に出た時にガッとこうフォローに入っていかないと、はい、攻めが1回で終わってしまうということになりますからね、これはクリアされました。2対1と国士舘リード、攻め込んでいます東海大。さあまさかに分かりません。さあまだ東海大がキープしています。空中戦、大きくクリアします。そうですね、逆に長いパスが通りました。国士舘ロングシュートはカットされています。なんかちょっと細かいこうミスとも思えないようなミスなんでしょうが、どうももう一つ集中していないような感じが時折見受けられます。そうですね、ドリブルで上がります。上村、そして磯貝へ。あ、いいですね。左サイド、金です。金にボールが当たった。まだ生きている。ダイビングヘッドシュート。ゴールです。上村です。ディフェンダーの上村。2対2同点。今決めたのは上村ですが、その前の金の頑張りも。そうですね。非常によく粘りましたね。この金のラストパス、そしてディフェンダーの上村が飛び込みます。2対2の同点になりました。全日本大学サッカー選手権の決勝戦、90分を戦い2対2の同点、そして延長戦に入りましたが無得点、さらに再延長に入っても両チーム点が取れませんでした、まあ、130分を戦い抜きまして、ついに決着はこの PK 戦でつけられることになりました。いや、山口さん、本当に、まあ、緊迫する場面ですが、さあまず1本目決まりました。先攻東海大、山口君ですね、まず山口が1本目を決めました。もちろんゴールを守りますのは
国士舘が井上、そして今入りました東海大が岡中、2人とも4年生です。これが最後の試合になります。さあそして国士舘大学の1番手は山本です。逆を突かれました。このインカレに入りまして東海大は PK 戦なかったんですが、はい、の国士舘が準決勝で早稲田大学とそうですねやってますね、PK をやっておりますね。あの時は5本全部ね、はい、決まって、まあ、この大会期間中にですね PK をやっているチームとやっていないチームというのは差は出てくるものなんでしょうか。いや出ないと思いますね。さあ2本目東海大あ止めた止めました。牧田のシュートを止めた。真正面でしたね今のは。さあゴール真後ろのカメラ、いや真正面ですね。さあ今度は時間長いですね。2人目のキッカー長い、まあ、この1人目2人目のメンバーを見ますと準決勝の時のその早稲田大学と同じメンバーで来るんでしょうかね。そうですね、今のところ同じですね、はい、さあ2人目長井です。入った右攻めいっぱい。さあこれで国士舘が一歩リード。大沢監督です。沢登りが出てきましたね。3人目沢登り、今すでに、まあ、1本東海大外してます。その1本リードされている時のキッカーというのはどういう心境なんでしょうね。非常に冷静に決めました。彼はオリンピックチームでもね、はい、まあ、あのペナルティがあった時は、ね、あの彼が蹴るようになってるんですけどね。あ、さあサードボリが決めました。一方の国士舘3人目のキッカー吉田君ですか。そのままですね、全く同じですね。さあ吉田が3本目のに入ります。お入りました。ポストに当たりました、ね、ポストに当たって入りました。ヒヤッとしたんじゃないですかね、まあ、今キーパーの岡中も同じ方向に反応しましたよね。そうですね。さあこれで3人が蹴って国士舘は3人成功、東海大は1人失敗しています。東海大4人目のキッカーは金井上、1本止めている。金は成功。これで東海大4人が蹴って3人が成功になります。さあそして鈴木ですか。鈴木ですかね。鈴木が蹴りますね。この試合にはどうしても出してあげたいと大沢監督言っていたんですが、延長戦に入ってから出場。シュート外れた。これでまた3対3のタイに並んでしまいました。残念。そしてほっとしました岡中。がっくりと肩を落とします鈴木。さあまた振り出しに戻りました磯貝君です ね、 ね。東海大5人目のキッカー磯貝、試合中は徹底的なマークに合いましてシュートが打てませんでしたが、ここはどうでしょう。
決めました磯貝。これで5人が蹴って4本成功。一方の国士舘、5人目のキッカーは野田ですか。野田君ですね。ここでもしシュートが外れますと東海大の優勝が決まります。ここで野田が決めますと今度はサドンデスになるんですね。そうですね。ですから野田君今一番プレッシャーかかってるんじゃないですか ね。ずっと後ろまで下がります。そしてスタート、運命のシュートは入った。今岡永君の手に当たったんですけどね、さあここからはサドンデス、その1本リードした方が勝ちになります。東海大6人目のキッカーになります。上村ですね。この選手も4年生、これが最後の試合になります。さあ上村決まりました。右すぎいっぱい、もうメインスタンドの方にもっとこう盛り上がってくれというようなジェスチャーを見せてました。ここからはもう一本一本が勝負になります。国士舘6人目のキッカーは木村。木村も4年生です。こうなるとやはり後から蹴る方というのはプレッシャーかかりますよね。あ、そうでしょうね。さあ木村どうだ、止めた、止めた。この瞬間東海大学2年ぶり2度目の優勝、そして単独では初の優勝ということが決定いたしました。喜んでいます東海イレブン。最後はもう PK という形になりましたが、しかし本当にもうどちらにも優勝させてあげたから、そうですね、もう非常に好ゲームでみんなよく頑張りましたね、はい、宇野監督ゆっくりとメイン正面に進んできます。結局再延長戦まで戦いまして両チーム2対2 PK に持ち越されたこの決勝戦は6人目で決着がつきました。5対4で東海大が2度目の優勝を決めています。放送席、放送席、見事優勝しました東海大学の宇野監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。5年間この決勝戦に進出して全国制覇という長年の夢、ようやく5年目にして叶いました。そうですね、やっぱり勝つっていうのは非常に難しいことだっていうのを実感として感じました。はい、特に今日勝てたのはどういうところが原因ですか。やっぱりみんながよく耐えたとことだと思いますね。耐えて勝つっていうふうなことで一つ の、 我々の標語としてやってきたんですけども、それがやっぱりそれを実行に移してくれたっていうふうに思います、はい、これからようやくこの全日本の王座取ったわけですが、これからもこの王座守り続けてください。そうですね、なんとか頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。おめでとうございました。東海大学宇野監督でした、まあ、今耐えて勝つという言葉が出ましたがね。そうですね、もう宇野監督の指導力でしょうね。非常によくチームをまとめて、はい、選手の特徴をよく掴んで、やはり今日の勝利にうまく結びついたんだと思うんですよね、はい。まあ、今日のこの決勝戦130分戦い抜いて結局、まあ、PK にもつれ込んだわけですが、本当に素晴らしいゲームでしたね。そうですね、あの内容的にも、まあ、今回準決勝まではですね、あまり内容が良くなかったんですけどね、まあ、この決勝戦は非常に、全員がですね、もう持てる力を振り絞ってね、はい、戦ったということで非常に良かったと思うんですね、はい。まあ、大学生がですね、こういったゲームを展開してくれるとバルセロナオリンピック楽しみじゃないですか。そうですね、このくらいのゲームをね、いつもやってくれるとありがたいんですけどね、はい、
熱戦をご覧いただきました第39回の全日本大学サッカー選手権大会、結局東海大学が2年ぶり2回目、そして初めて決勝戦で勝ちました。優勝を見事に果たしたゲームをお伝えいたしました。